本日副総理、財務大臣、デフレ脱却円高対策担当並びに金融担当大臣に就任をいたしました。就任にあたり、総理からデフレ円高からの脱却を最優先に取り組むべき事項として6点指示を受けております。簡単に申し上げます。速やかに第1弾緊急経済対策を策定、平成24年度補正予算の編成に取り組むこと、消費税の引き上げにあたり、デフレ脱却、経済状況の好転に向け、総合的な施策に取り組むこと、3、全世紀のばらまき施策の徹底した歳出削減を行うこと、財政健全化の目標を踏まえ、成長による富の創出へと転換を図るべく、平成25年度予算編成及び税制改正に取り組むこと。4、政府と日本銀行との間の明確な物価上昇目標を含めた連帯強化の仕組みの構築に向け、あらゆる取り組みを進めること。5、歴史的な円高に対し、真の意味ある総合的な円高対策を策定し、実施すること。6、国内経済への落ち込みと国際リスクに対応できるよう、弾力的な経済財政運営を推進しつつ、中長期的な持続可能な財政構造を目指すことであります。さらに、自公民の3党合意に基づき、所得税および資産課税について必要な法制度上の処置を講ずること、消費税引き上げを睨んだ低所得者対策、価格転嫁対策を講じることについても指示を受けました。金融行政では4点の指示を受けております。公正で活発な金融市場の構築に取り組むとともに、企業規制と資本市場法制を統合したガバナンス体制を構築すること、東日本大震災の被災者が抱えるいわゆる二重ローンに対する支援措置の抜本的強化に取り組むこと、3、中小企業金融円滑化法の期限到来後を見据え、中小企業の経営改善、事業再生を支援する施策に取り組むこと。4、AIJ 問題を踏まえ、公平、公正、透明な金融市場への適正化を図り、金融商品に対する信頼確保に努めることであります。いずれも非常に重要な課題でもありますので、全力で取り組んでいきたいと思っております。また、初閣議において、今年度補正予算及び来年度当初予算の編成について、総理から指示があっております。経済再生を実現するための緊急経済対策を早急に策定し、本年度補正予算については、公債発行枠44兆円にこだわらず、編成に思い切った規模とすること。一方、来年度予算については、財政健全化目標を踏まえたものとすること、経済成長に資するしっかりした税制処置を講ずるとともに、税制抜本対策及び社会保障改革の残された課題の実現に早急に取り組むこと等であります。総理からの指示を踏まえて、デフレから早期に脱却し、強い日本経済を取り戻すため、緊急経済対策の策定、大型の補正予算の編成を含め、切れ目のない政策対応に万全を期してまいりたいと考えております。また、欧米の財政、金融問題など、内外の経済市場の動向が我が国の金融システムに与える影響については、高い関心を持って注意していかねばならんと思っております。さらに、中小企業金融の円滑化、中小企業の再生、成長を通じた地域経済の活性化や、被災地における金融面からの復興支援など、引き続き課題が山積しておりますが、しっかりと対応してまいりたいと思っております。私の方から以上です。
2分しかありませんので、よくまとめて質問をしてください。私の答える時間も含めて2分ですから。一番早く手を挙げた人誰です。はい、朝日新聞田淵と申します。どこの朝日新聞田淵と、副総理としてお伺いします。自民党として3年3ヶ月ぶり の政権復帰となります。直近の政権交代 の時の総理は総理でしたが、この間野党暮らしを踏まえてですね、自民党として自民党の政権運営としてどういう点を改善し、もしくはそのどういう点を継承していくということも含めまして、安倍政権としての その意義、どういったものを目指していくのかについてお願いします。3年3ヶ月の間に自由民主党もいろいろいい勉強をさせていただいたと考えておりますので、それを踏まえて我々としても今抱えております問題は、何といっても経済というものに国民の最大の関心が集まっていると思っております。デフレというものはご存知のように昭和20年この方67年間やったことはありませんので、デフレ対策とみんな言うけれども、デフレ対策をやった経験者は世界中ゼロですから、それが事実です。それを踏まえて我々としてはこれまでの反省も踏まえて、この20年にわたるデフレというものに関して我々としてはどういう点を対応せなきゃならんのかって、経験に学べなければ、歴史から学べなければならんと、そう思って我々としてはこのデフレ不況からの脱却というものに全力を挙げる、持っていく、それが国民の負託に対する答え、この3年間のさらなる不況というものに対する答えを自由民主党になったらきっちり出したというような成果を早急に出せるように努力していきたいと、そう考えております。もう一方で再現させてください、はい、あなたそっちの方がいい、こっちの方がいい。朝日新聞の尾形と申しますが、朝日新聞が2回偏ってない、他の新聞社にして、はい、こちら、はい、はい、金融行政の確認ですが、円滑化法の延長は、ないということで、再延長の話ですか、はい、基本的にはないようにしたいと思います。ただこれ内容がいろいろありますんでね、簡単には手形でやジャンプって言うんですけれども、こういったものを含めていろいろなものを考えていかねばならんと思っておりますので、来たからはいこれで全部終わりパッと言わなきゃいかない、内容は本当に近いところまで行っているところもあれば、これはもうとても無理と思われるものもいろいろあろうと思いますので、その点につきましては我々としては個別にどれだけ対応できるかは別にして、現場としてはこれはもう少し行けますどうと、いろいろ個別の事情があることも中小企業の場合はよくあるんで、そういったものには丁寧に答えていきたいものだと思っております。では以上をもちまして麻生副総理の会見を終わらせていただきます。ありがとうございました。